ジェニファールネ、ジェン・サキは、アメリカ合衆国のホワイトハウス報道官。2013年2月11日から2015年3月31日まで、アメリカ合衆国国務省報道官を務めていた。政治評論家としても活動している。1978年、コネチカット州スタンフォードに生まれる。バージニア州に位置する、ウィリアムメアリー大学を2000年に卒業し、 翌2001年から2004年アメリカ合衆国大統領選挙における民主党の大統領候補であったジョン・ケリーの副候補官を務めるようになった。また2008年アメリカ合衆国大統領選挙においては当時上院議員であったバラク・オバマの遊説候補官を務め、オバマがアメリカ合衆国大統領に就任するとホワイトハウス副報道官に任命された。 2012年アメリカ合衆国大統領選挙には大統領再選を目指すオバマ陣営の広報官を務めオバマ再選後の2013年からはアメリカ合衆国国務省報道官を務めることになった2015年4月からはホワイトハウス広報部長を務めていた2017年2月からは CNN の政治評論家として働き始めた二十年十一月から バイデン政権移行チームに加わり、バイデン政権のホワイトハウス報道官に任命された。就任後、2021年1月20日に、最初の記者会見を行った。ホワイトハウスの、ジェンサキ米大統領報道官について知っておくべき八つのこと。防具ジャパン、2021年5月26日、閲覧。政権要職にも、女性。 抜擢米報道官に密着。日テレニュース 24http コロンスラッシュスラッシュ www.news24.jp スラッシュアーティクルズスラッシュ2014スラッシュ02スラッシュ01スラッシュ10244953ドッ html カット。米国無償の先報道官、ホワイトハウス広報部長に。日本経済新聞。 h t t p w w w n i c k e c o m スラッシュアーティクルスラッシュ tgxlasgm2011195a21241if000 ケイト・サリバンバイデンアナウンス・オールフィーメイル・シニア・ホワイトハウス・コミュニケーションズ・チームエディション .cnn.com CNN 2020年10月30日閲覧 ジェン・ソッキー、ホワイトハウス、プレス・セクレタリー。プレジデント・エレクト、ジョー・バイデン、2021年1月5日閲覧。バイデン・ハイアーズ・オール、フィーメール・シニア・コミュニケーションズ・チーム、ネームズ・ネイラ・タンデン・ディレクター・オブ・ o MB。2020年11月29日閲覧。ニュー・ホワイトハウス、プレス・セクレタリー・ホールズ・ファースト・ブリーフィング・ディス・イブニング、CBC。 リトリーブド・ジャニアリー21、2021、米報道官、身の代金支払いは危険日本に非公式伝達。日本経済新聞。http://www.nickey.com スラッシュアーティクルスラッシュ tgxlasgm23h0tt24hmm000、米国務省報道官が懸念を表明。 産経新聞。http://www.sankei.com スラッシュワールドスラッシュニューススラッシュ141009スラッシュ wr141009-n1 dot html ありがとうございます。